皆さんどうもこんにちは。今回はモナッシュ大学の研究結果などをもとにオナラを消滅させる方法について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速ですが、オナラがたくさん出るとかシンプルにくっさいオナラが出るよという人は腸内環境に問題がある可能性がございます。実はオナラというのはお腹の状態を表しておりまして、自分の腸内環境がいいのか悪いのかを知る大事なバロメーターにもなるわけです。まずはなんでガスが発生したのか、その原因について解説させていただくと、およそ 70% から 80% はお腹の中で食べたものがうまく消化されていない、消化不良な状態になった食べ物がもこもことガスを発生させていると考えられております。その他には善玉菌、悪玉菌、日和見菌といった腸内のバクテリアのバランスが崩れると腸内環境が崩壊し、大量のくっさいガスが発生しちゃうわけでございます。そしてこのガスが発生してしまうとお腹だけパンパンに膨らむといった困った体型になってしまったり、あとはシンプルに人前で思わずバブリと出ちゃうこともあるわけで、爆笑してたら思わずおならも出ちゃったなんてことにもなりかねませんので、このおならを消すために特に重要な行動2トップを解説させていただくと、1つ目が腸内細菌のバランスを整えることでございます。腸内細菌の種類はざっくり善玉菌、日和見菌、悪玉菌の3種類に分けられます。そしてこの理想の割合は2対7対1だと考えられておりますので、この大事な善玉菌にゴリゴリに増えてもらうために特に重要なのが2つ、乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌そのものを摂取すること、もしくは善玉菌の餌となる食物繊維といったものを摂取することが大事なわけでございます。食物繊維としては日本人の食事摂取基準にある食物繊維目標量が1日約 20g となっておりますので、こんな感じでとにかく食物繊維が豊富な野菜をいっぱい食べましょうと。そして善玉菌そのものを摂取する方法としては、納豆やキムチ、チーズといった発酵食品を食べていただくことが重要なんですが、例えばヨーグルト1つで乳酸菌が100億個も取れますよなんてキャッチフレーズを聞くと、100億個も取れるなんてなんかわかんないけどすごいじゃんと思ったりもいたしますが、人間の腸内にはおよそ100兆個もの細菌が生息していると判明しておりますので、100億個すべてが腸内に到達してもなんと全体の1万分の1の割合、一体ヨーグルトいくつ食べないといけないんだろうと思ったりもいたしますので、最速で善玉菌を増やしたいんやと考える方がおられましたら、一粒で1000億個近い乳酸菌が取れるサプリや成長薬などの方が手っ取り早いかと思いますので、参考にしていただければと思います。そしておならを減らす方法2つ目がホドマップを減らすという方法で、ホドマップとは超ざっくり言うと腸内でめちゃめちゃ発酵しやすい糖質の総称のことでございまして、例えばオリゴ糖や蜂蜜といった本来は体にいいはずの食品ですが、体質的に受け付けない人が一定数存在いたしまして、例えば野菜やヨーグルトもたくさん食べているし、反対にジャンクフードなんかは食べないようにしているのになぜかおならが止まらないなんて人はホドマップが原因の可能性がかなり高いかと思いますし、以前は IBS 過敏性腸症候群じゃないとホドマップは関係ないんじゃないのと考えられていたんですが、モナッシュ大学医学部が15人の健康な男女を対象にした研究によると、1日のホドマップを 9g までに減らしたところ、1日 50g 取っていた時よりもゴリゴリにガスが減りましたよと発表されておりますので、とにかくおならが止まらない人はホドマップを減らそうと、そういうわけでございます。というわけでホドマップを多く含む高ホドマップ食を医者である井田先生が書かれた著書、パン、糖類、ヨーグルト、リンゴを食べてはいけませんをもとに解説させていただくと、とにかく数が多いのでザザッと目を通してくださいというわけで、まずは穀物がこんな感じでございまして、次に野菜、芋類がこんな感じでございます。そして次、調味料その他がこんな感じでございまして、次の乳製品がこんな感じ、そしてどんどんいって果物がこんな感じ、そして次の飲み物がこんな感じでございまして、次の肉類がこんな感じ、そして最後ナッツ類がこんな感じでございます。
とにかく数がめちゃめちゃ多く、低ホドマップをガチで行う場合、先ほど紹介した高ホドマップ食を3週間すべてカットし、その後一品ずつ再開し、自分にとって原因となっている食品を探すという方法が最も一般的かと思いますが、正直大変すぎるかと思います。そんな場合は完全に高ホドマップ食を排除できなくても、意識して先ほど紹介した高ホドマップ食の摂取量を減らすだけでもおならの量が減ることが分かっておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。さらにですね、腸内環境と同じくらい大事なのが腸の内側にある腸のバリア。こいつに穴が開くことで慢性疲労の原因になったり、花粉症といったアレルギー症状が出やすくなりますよ。というわけで、複数の海外大学の研究をもとに腸のバリアをゴリゴリに強くする方法4選を解説した動画を、この動画の概要欄のところでぜひご覧いただければと思います。またですね、私が書いた理論上最強になる方法というのもございますので、興味ある方は概要欄のリンクからご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。